はい、えっ、ー、と、インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。えーうん、ここでは、えー、さっき、えー、その前のビデオの続きで、えー、自分の強みに関する行動をリスト化するということについてお話をしたいと思います。はい、えー、ちょっと、待ってくださいね。出てこない。はい、えー、はい、うん、えっ、ー、とですね、この、うんと、まず、例えば、あの。 言葉を何も使わないような行動は、やっぱりそれを教材にすることはできませんから、えー、会話とか読み取りとかですね、そういう言語活動が多い方がいいです、えー。それから、あの、最初にですね、目的別とか、その行動の目的別、それから行動の場面別、そして相手別の行動とかですね、そういうふうに大きく分けてから細分化するといいと思います。えー、で、あの、うん 少なくともですね、50個ぐらいは、この行動のリストを作ってください。で、細分化のレベル、あの、つまり細かく分けるときのレベルですけど、例えば通勤するというのが一つだけあったら、それはもっと細かく分けることができます。例えば電子掲示板で、あと何分で電車が来るのか知るとかですね、こういう感じで、たとえ、あの、一つの通勤するという行動の中にももっとたくさんの行動があるはずですから、それを分けて、 え、リスト化してください。それから、え、メールで引き継ぎするというだけではなくて、その、え、メールの発信者の名前を読むとかですね、そのぐらい細かく分けてください。え、それからですね、これは、あの、あの、文系シラバスに慣れている人は、こういう時に文系のリストを出してくることがあるんですけど、違います。え、ここでやるのは行動のリストが必要ですね。え、で、例えばここにですね、ちょっとこれも一応、え、お見せしますけど、 ここは、あの、えー、日本語教師の行動リストの例というのがあります。例えば日本語教師がどういう行動をするのかというのを、えー、これ昨日のですね、えー、前回のビデオでもちょっとご紹介しましたけど、えー、分けてみると、えー、こんな風にたくさんたくさん行動のリストを作ることができます。で、今ここに、えー、私がざっと作っただけでも70ぐらいはありますから、多分、えー、50個ぐらい作るのは皆さん簡単だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 ええと、そうですね。うん。で、えー、あの、課題があります。で、これはですね、自分の強みに関する行動リストを作ることが今回の課題です。で、少なくとも50個以上ですね。で、えー、例えば日本語教師の行動リストのように、一つの分野に絞ってください。いろんな、あの、日本語教師と、例えば主婦の行動リストとか、そういうふうに、えー、混ぜないで、一つの 特定の分野に絞ってそのリストを作ってください。それから提出方法は Google Classroom ですね。これで共有してもらいたいと思います。締め切りは2021年の4月17日です。はい。それでは今週のビデオはここまでになります。それでは実際に皆さんで Zoom でお会いできることを楽しみにしています。失礼します。